ミルスペックアイズのジャンボです。コウスケです。よろしくお願いします。ね、はい、私ね、はい、ちょっと悲しいんです。はい、なんか すごいね、そのお姉感お姉感はいいの、うん、大自然がお姉を呼び起こすのあのね、うん、何かっていうと、本当は私たち今日この川に来てこのテーブルをね、うん、作りました。はい、あのそれはそちらの動画をぜひご覧ください。はい、あと本当はせっかく来たからもう一個チラ見させると、うん、っていうものを分かんねえやんなくて よかったのそれいいのだけどこの動画、まあ、別のものを撮ろうと思ってたんだけど、実はね、皆さんね、カメラの中を見ると綺麗な川でしょ、なんだけど超汚いのこっちで、なんかもう私はさっきから次に進むよりもちょっとこれをなんとかしたくなっちゃったわけ。はい、でせっかくこんな外に遊びに来たので、小学校の頃の気持ちを思い出してちょっと掃除もしませんかと、はいはい、で YouTube せっかくやってるから、うん、ちょっと掃除も動画にしちゃおうということでなんか楽しく掃除をしちゃいたいなと思います。はい、いいと思うよ。でね、やっぱり私舞台の世界をやってるんですけど、はい、あのね、目に入るものが美しくない状態で撮ってもね、あんまり良くないですね。なるほどね。だからちょっとそこを一回整理してから次で今チラ見した動画を撮れたらいいかななんて、まあね、踏んなかったのなんだけどね、まあ、だけどそうだね、うん、ちょっと一回まあ一本撮らせてもらったしやりましょうよ、うん、まあ実際なかなかの惨状だから、うん、ちょっとそれも皆さんぜひ見ながら、はい、まあ楽しんでいただけたらなと思います、はい、なんでお掃除大作戦スタート何教育番組みたいだねうん、この川の自然をオカマが守るの会ですね。でね、そあの、うん、ゴミ袋は守ってます、うん。早速守れそうにない挙動があったけど。うん、あとトングも持ってるでしょ。うん、であとさ、俺さ、食べ物食べたりするときにさ、うん、手がぬるぬるになるのがすげえ嫌いなんですよ、うん。神経質だね。そうなんですよ。意外と、いらぬ神経質さ。神経質だね。だから、うん、普段キャンプ行くときとかに、うん、こういう使い捨て手袋持ってて、あのベタベタしたものを食べるときにこういう使う。マジかよ。まさかの。マジかよ。肉とか手で食べるのあんま好きじゃない。キャンプ向いてね。キリキラはもうベタベタ。ちょっとさ、うん、一回みんなに、今その私たちが見てた状況を見てもらう。そうだね、行きましょう。ほら見てこれ、釜。あ、釜。やだ、親戚私の。やっばーって開いてる。開いてるところはやるといろいろ。汚ねえな。最低だね、あんた。汚ねえ、ほら。ほら。ほら、ゴミそのまんま汚ねえな。真っ黒な炭がよ、ほら。なんなの、なんかすごい良くないと思う、それ。なんだけど、こういうのとか、あとこっちもなんか釜の残骸だよね。そう、腐った釜なの、これは。それを姉さんが今日掃除すると。そう、姉さんが掃除する。やばいよね。やばいんだよ。でね、うん、なんか、さっき見てて気づいたんだけど、うん、もう、まあ、これもそうだけど、うん、あっち側にもまるで遺跡のようにあるわけ、いっぱい。そうだね、ちょっと距離あるけどさ。そうだけどもね、私全地球を平和にすることはできないわけよ、はい、だからちょっと今日使わせてもらったこの辺だけ、うん、でもやれたらいいんじゃない。そうね、ほら足元にもあるよ、ほら、ね、炭そのまんま。そう、しかもこれなんか乾電池だと思うよ、ほら。うーわ、ね、良くないね。乾電池だ。そう、こういうのは汚染しちゃうしね、うん、私さ、うん、この、うん、これを作った人、うん、まあ、多分ね、なんかね、女性な気がするな。あ、そう。丁寧に作られてる。なんかでっかい石で、うん、あの俺ら力あるぜみたいな誇張し
表現じゃなくて、うん、なんか見てここら辺繊細な出来なの、まあ、確かにね、うん、まあ分かんないけどね、分かんないですよね、すごいもしかしてイカチーおっちゃんが作ってるかもしれないね、俺が作ったかもしれないからね、あ、ジャンボ意外と繊細だもんね反応に困るなよパワーだね、重っ、やばよいしょこれはこれで良くない気はするけど、これどこに置く、一箇所に投げちゃったらさ、なんか分散させときゃいいんじゃない、そうだね、一箇所だと良くない、すごいラグビー日本代表来たうわ、すげえ汚いの出てきた、汚いの出てきた、本当だ、もうヘドロみたいになっちゃってるね、こうごまかしたのかな、そうかもしれないよ、炭を埋めたのかもね、ほらわ、本当だ、なんかお食事中の皆さんごめんなさいって感じだねうんこじゃないよ言ってない、うんこじゃない臭くない、臭くはない、あ、本当、だいぶ綺麗になったんじゃないですかね、そうだね、うん、まああの基本的に全部を完璧に綺麗にするっていうのは無理なんで、ああできる限りだけど拾える範囲でね拾って、うん、あと釜作りっぱなしのところは崩して、まあちょっとねあの現状復帰というかっていうふうにはしました、はい、今日ちょっと取れたゴミなんですけど、はい、俺の方はあのこういう草と、ね、あと多かったのがタバコな、めっちゃあったね、あとアルミホイルとか、ね、アルミホイルとかもあったね、うん、だから、うん、あのタバコ、うん、持ち帰りましょう、俺もタバコを吸う人なんですけど、うん、これは自然のものじゃないので、そうだね、燃やすんだったらしっかり最後まで燃やしなさい中途半端なね、そういう男は嫌われます、ダメです、はい、それで僕が拾った炭、こっち、はい、ジャンボさんが拾った炭、うん、結構いっぱい、もう土と混ざって灰がねヘドロ状になってもう色変わっちゃってる部分は、うん、土ごと拾ったりとかももうしちゃいましたけど、うんうん、まあ拾ってみましたよと、そうだね、でもなんかさ、うん、こんなのやったの子供会以来なんだけど、そうですね、ちょっと気持ちいいね、うん、うん、まあでもこれをねもしねやってくれる人が、まあ、僕らも含めて継続して、うん、拾ってくれる人増えたら、うん、この綺麗な川もね維持できると思うんで、そうですね、いいんじゃないでしょうか、はい、じゃあ今日はそんなところで急遽内容を変更してお送りしましたが、はい、川をちょっときれいになったらいいなということで、よかったと思った方はぜひ高評価をしてください、はい、そしてジャンボさんも、チャンネル登録もよろしくお願いします、お疲れ様でした、はい、ご視聴ありがとうございました。